最近キューブエンターテイメントの末っ子ガールズグループライトサムに衝撃的なことが起こりました。ファンに何の説明もなく突然メンバー脱退告知が上がったのです。脱退を受けてしまった2人のメンバーはどんなメンバーだったのか、そしてどのようにグループから脱退することになってしまったのか、一緒に見ていきましょう。突然の改編のお知らせ。キューブに上がった突然の告知は本当に内容が呆れるものでした。キューブエンターテイメントです。まずライトサムをいつも愛し応援してくださっているファンの皆様に突然の知らせを伝えることになり、誠に申し訳ございません。当社は慎重な議論の末、ライトサムを6人体制に改編し活動を続けていく計画で、ライトサムがこれからさらに良い音楽活動ができるよう全面的な支援と最善の努力を惜しまないつもりです。合わせて一緒にいられなくなったフィヨンとジアンにも多くの応援をお願いします。ありがとうございます。2人のメンバーがどんな事情で脱退を決定することになったのか、脱退した2人の契約はどうなっているのかに関して何の説明も書かれていませんでした。実はファンたちはある程度察している状況でした。今年9月末からライトサムは2人のメンバーフィヨンとジアンに関して活動中断告知もなく、全ての活動から除外していました。さらに KDF コンサートステージでライトサムは振り付け動線も6人で修正されていただけでなく、録音も6人で再収録を終えた状態でステージに上がったのです。ファンコミュニティでもフィヨンとジアンに関するものはなく、他のイベントポスターでも2人のメンバーは抜けていました。理解できない状況に置かれたファンたちは事務所に怒りをあらわにしましたが、結局帰ってきたのは何の説明もない脱退の知らせでした。事故や議論ではないメンバーの個人的な事情による脱退の場合、普通は脱退するメンバーと残ったメンバーが書いた手紙やファンコミュニティを通してこれに関する説明と最後の挨拶をしますよね。しかし事務所であるキューブエンターテイメントはメンバーたちの最後の挨拶さえあげないまま6人組で改編したという言葉だけを残して多くのライトサムファンを怒らせたのでした。脱退した2人のメンバーがグループで愛されていたマンネラインのメンバーだったにもかかわらずです。マンネラインだった2人のメンバー、ライトサムから脱退となった2人のメンバー、フィヨンとジアンはファンとメンバーから愛情を一身に受けて可愛がられるマンネラインでした。最後にライトサムに合流しましたが、驚くべき実力と可能性を見せていたメンバーでした。まずフィヨンは2005年生まれで18歳です。小学生の頃全国冬季体育大会の小学生の部で2度も金メダルを取った人物でした。しかしあれこれと多くのことを学ぼうとしていたフィヨンにボーカル学院の先生がオーディションを提案しました。フィヨンはオーディションを受けるとなると競争心を感じ、 BTS、トロイシバン、ザ・チェインスモーカーズ、そしてメロンミュージックアワードなど多くのステージを見て本気でオーディションを準備することになりました。ステージを見ながら歌手に対する夢を本気で見るようになり、ライトサムのデビュー組に合流することになりました。2006年生まれであるライトサムのマンネ、ジアンは12歳の時から練習生として夢を育ててきました。 JYP の練習生として過ごしていただけに基本的な実力が優れている末っ子でした。性格が活発で友人たちはジアンを突拍子もない面白い子だと思っているそうです。そんな面白さがライトサム、ジアンの魅力でした。魅力的なキャラクターと安定的な実力でキューブには SNS を通してスカウトされたそうです。そんな魅力的なキャラクターであるフィヨンとジアンをキューブエンターテイメントはライトサムに最後のピースとして合流させたのです。それもデビューおよそ5ヶ月前の話でした。さらにジアンはもともとボーカル志望生でしたが、キューブエンターテイメントはジアンの魅力的な歌声に突然ラップを準備させたのでした。デビュー紹介映像ではたった5ヶ月の練習というにはあまりにも上手な姿を見ることができます。フィヨンもバレエ、フィギュアなどダンスと関連した経歴があったからなのか、マンネラインにもかかわらず目を引くダンスラインでした。しかしキューブエンターテイメントは何の説明もなくこのような才能あるメンバーの脱退を発表したのです。フィヨンはインタビューを通して、音楽が自分を癒しエネルギーを与えてくれた経験のように、自分の音楽が他の人にも同じように癒しとエネルギーとなるよう願っていると話し、ジアンは自分が音楽とステージを通して楽しんできたように人々に楽しいステージで楽しんでもらえる歌手になりたいと話していたことがありました。現在告知に何の言及もないところを見ると、フィヨンとジアンはライトサムからは出ることになりましたが、まだキューブエンターテイメントとの専属契約が有効だろうと多くの人が推測していました。
そんな中でフィヨンとジアンのインスタグラムが開かれ、事務所まで退社したようだという話もありました。ジアンはインスタグラムを通してファンに感謝の挨拶とともに、これからも夢に向かって走っていくという誓いを伝えました。キューブエンターテイメントがフィヨンとジアンに関してもう少し詳細な状況を伝えて、多くのファンが2人の少女の夢を引き続き応援できるようにしてほしいですね。